時間2時間しか走行時間がありませんでしたが、その中でライバルたちよりもレース速い車をですね作ってきました。そのチームのですね戦い、いよいよ結果が出る、分かる決勝レースになります。デビュー戦衝撃的な走りでポールポジションを取りました。セルジオセッテカマラを先頭にいたしまして、19台の車両まもなくフォーメーションラップ開始です。さあ、スポーツランドスゴーにお集まりの皆さん、コースサイドを取り囲んでいるファンの皆さん、面白いレースになると思いますから、どうぞコースサイドからドライバーたちに手を振ったり旗を振ったり、いいレースになるようにエールを送ってあげてください。さあ、今シーズンスポーツランドスゴーの4輪のビッグレース、これが最初で最後ということになろうかと思います。あ、最初はあったか、スーパー耐久があったから、これが最後ということになろうかと思います。さあ、思う存分ドライバーたちにエールを送っていいレースにしていきましょう。さあ、グリーンフラッグが振られました。セルジオセッテカメラから今ゆっくりとフォーメーションラップ、さあ1コーナースタンドの皆さんも手を振ってくださいよ。1コーナースタンド、1コーナースタンドの皆さんも手を振ってくださいよ。ありがとうございます。さあ、4コーナーにいらっしゃる皆さんも、あと3コーナーだ、3コーナーにいらっしゃる皆さんも、あ、カメラマンの方が、さあ、手を振ってくださいよ。最終コーナー踏み切り、重いマシンだとちょっとアンダーステアを入れたりオーバーステアを入れると非常に危険なんですけれども、ここをいかに踏んで上がってこれるかというのがタイムを縮めてくるポイントのようです。さあ、 10% もあります。その数字の上り勾配を上がりますとグランドスタンド、さあグランドスタンドの皆さんも手を振ってますか。ドライバーたちにアピールしてくださいよ。セルジオセッテカメラ選手は今ポールポジションにマシンロックオン、平川亮選手をロックオン、先にニック・キャシリー、3番手サッシャ・フェネストラズも今ロックオン、中島和樹、さらには16号車の野尻智樹もグリッドにロックオンしました。そして世界の山系山下健太、笹原右京8番手もマシンロックオン、関口雄一もまもなくマシンをロックオンします。そして山本直樹も今グリッドにロックオン、タイヤ温め切った、ブレーキもしっかり温めてきた各マシンが10列19台全ての車両がロックオンしますと、シグナルに赤色が点灯します。赤色が全てついて消えたところでレーススタート。さあ、グリーンフラッグを持ちますオフィシャルが間もなく準備を始めます。さあ、オフィシャルがグリーンフラッグを持って現れました。全19台のマシーンがロックオンが確認されるか、ロックオン確認。2020全日本スーパーフォーミュラー選手権のラウンド3、赤信号がつき始めた。オールレッド、ライトアウト、今レーススタート。セルジオセッテカメラ、いいスタートだ。セルジオセッテカメラ、いいスタート。さあ、しかし皆さん、よく勝ってます。そしてトップが帰ってきます。平川亮、後ろからセットカメラが詰めてきた。セットカメラが詰めてきている。2番手セットカメラ、
藤本雄二12番手には塚越光大、13番手には、笹原右京ということで、8番手スタートで笹原右京のスタートで遅れてしまいました。
ト作業でのタイムロス、大きくこれで順位を落としてしまうことになります。いやー、ピットのこのロスタイムは大きいな。さあ、どこまで順位を落とすことができるか。それではそしてそれでは、ここからは過去2校内でドラゴンボールを取っています。さらにはI'm gonna go to the hospital.